どうも、青森県住みます芸人のノーストーンです。今日はですね、青森県の行列のできる店を紹介するということで、今回はラーメン屋さんを紹介したいと思います、はい、ね。ラーメン青森県あんま印象ないという方いると思うんですけども、実は青森県人口に対するラーメンの店舗数が全国でなんと5位なんですよ。ねえ、5位すごくないですか、はい、いわばですよ、ラーメン界の G7、 ねえ、ラーメン界の先進国なわけなんですよ。なるほど。ねえ、そんな群雄割拠な青森県は特に有名なのが煮干しラーメンなんですよ。煮干しラーメンね。煮干しラーメンなんですよね、はい、ラーメンといえば醤油、味噌、塩、豚骨、いろいろあります。醤油豚骨、魚介系豚骨、ひいては二郎系、家系、いっぱいありますけども、青森県なんと9割と言っても過言ではありません、煮干しラーメンが軒を連ねるんですよ、ね、はい、そうなんです。そのぐらいの煮干しまだ言うか、はい、もう言いますよ、言わさせてくださいよ。そのぐらいの煮干しラーメンの競争率で研磨された、特化した煮干しラーメンがございます。めっちゃ喋るじゃん、ね、今日紹介するラーメン屋さんはですね、長年地元の方から愛されて、な今なお行列が絶えない、そんなお店さんでございます、うんうん、そんなお店は今回こちらです。マルカイラーメンさんでございます、はい、これはですね、もう少し終わりで聞いてくださいね。ここのお店はですね、我々ノーストもですね、もう週2、3で通うほどの極うまラーメンでございますからね、はい、皆さん楽しみにしてくださいね、はい、あとですよ、もう言えって、あと1個だけ、おい、あと1個だけすごいポイントがありまして、もう確実に日本一というところがね、このラーメン屋さんねございます。日本一、はい、うん、それはですね、オーダーを聞くスピードです。オーダー聞く。はい。はいはい、じゃあ早速ね、こう入っていきましょうよ。はい。わかりました。今のは日本一ですよ。オーダーを聞くスピード。どうす、もう入店してすぐね。開けた瞬間に大か中聞かれるわけですよ。なるほどね。こちら見てください。醤油ラーメン中華大。ああ。はい。1つしかないわけなんです。なるほど。青森県青森市にある煮干しラーメン専門店マルカイラーメン、昼時には行列が絶えることなく、午後3時を回ってもこの客入り、県内でもトップクラスの名店。麺は他にはないこだわりの自家製麺、丁寧に炊いた煮干しのスープ、この味を求めて週5で通うお客さんもちらほら。ありがとうございます。はい、ラーメンが到着しました。はい、見てください。これね、もちろん画面では伝わらないと思うんですけど、煮干しラーメン特有のこの酸味、うん、この酸味がこうとにかく他の店舗さんよりも極めて強いんですよね、はい、ただこれ嫌な酸味とかじゃなくて、むしろ食欲をかき立たせてくれる、そんな酸味になるんですよね。なるほど、はい、綺麗なスープじゃないですか。いただきます。衛星写真が撮られていました。シャレットハレーというのをどうやら行っているということ。いや、このラーメンのスープ、こう見た目こうあっさりしてるじゃないですか。ただ味が濃いんですよ。で、このスープのあっさり感と味の濃さ、これが絶妙なバランス、最高のバランス。そして麺もいっちゃいますよ、麺。麺見てください。ほら麺。いただきますよ。こちらに映っているのがフルマ、そしてこちらが兵士の列となっております。そしてお隣、今月18日、何この顔、本当にこうなりますから、食べたら皆さんこうなりますよね。麺は見てください。麺はですね、これどちらかというと中華麺というよりはちょっと細いうどんみたいな感じに見えますよね。まさにそうなんですけども、ただ餅とコシがつるっとね、さらに太麺ですから、この美味しいスープにもう絡んでしょうがないですよ。少し落ちてくんないから、そのぐらい絡んじゃってきますから、うん、美味しそう。この顔あら、うん、ねえ、煮干しの風味はね、ねえ、はい、うん、
はい、このチャーシュー、大きいチャーシュー、はい、はい、食べてみたらわかるじゃないですか。そうなんですよ、あの手この手を変な手を加えず昔ながらのチャーシューでも、これがもう一番いいんですよ、こういうラーメンには。ちょっと俺に感想言わせてずっと前が喋ってないな、はい、そしてこの澄んだ綺麗なスープ、はい、ね、この透明度、これがね、もしね、海、海水だったらもうマリアナ海溝の全貌が解明できちゃうぐらい、そんなぐらい澄んでるんですよ、このスープは。全然意味がわからん、あの手この手を加えない、それがいいんです、それでいいんですよ、皆さん。誰こいつ。はい、見てください、もうものの数分でペロッと平らげちゃいましたよ。そしてこれお恥ずかしいんですけど、こちら見てください、もう脇汗がほらね、皆さんこれかつてありましたか、こんなに汗をかくラーメンが。このぐらい熱を込めて必死になれるラーメンなんですよ。美味しかったってことですか。美味しかったということです。すなわち美味しかったということです、うん、もうまさにですよ、まあなんていうんですかね、まあ、空虚に佇むドラキュラそのものでございますよ、これは。どういうこと。ということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう最高でした。ありがとうございます。なんでこんなに美味しいんですか、マルカイラーメン。いや、ここだけの話、え、はい、聞けます。いいんですか。こだわってるんで。そうですよね。それはこだわってると思います。そうですよね。相手店とかに貼ってないけど、はい、あの境港の煮干しオンリーで、はい、ああ、なるほど。で、醤油は小豆島、香川県の小豆島。あ、もう素材一つ一つにこだわってるというか、でも店舗には書いてる。そう、一切ね、そういうアピールをしてないんですよ。ああ、そうなんですね。マルカエラーメンさんって。あ、だから美味しいんだ。まあ、スープも麺も全てこだわってることですね。うん、それをなんか、うん、下手にアピールしないっていうのも、かっこいいよね。かっこいいよね。うん、マルカエラーメン、みんな来てねー。来てねー。お茶目。